では今回は寝屋川を元気にする力の町の力から寝屋川公園と寝屋川公園駅周辺の活性化をについて話していただきたいと思います。はい、改めまして寝屋川市会議員馬場力でございます。今回もよろしくお願い申し上げます。力通信19号、寝屋川を元気にする力、4つの力のうちの町の力の寝屋川公園と寝屋川公園駅周辺の活性化をということで書かせていただいております。最近ですね、大阪城公園に、ジョーテラスというカフェとかレストランができたのご存知でしょうか。また、これが、ジョーテラスのカフェですね。行った方も多いかと思います。また天王寺の方では天芝といいまして、カフェやコンビニなんかもオープンしております。通常今まではなかったんですが、都市公園にこのような施設が建つことはなかったんですが、数年前に都市公園法が改正されまして、都市公園にもこのようなカフェやレストランが施設として、可能となっております。寝屋川市にも、JR 東寝屋川駅、今この3月からは寝屋川公園駅という名前に変わりましたが、この寝屋川公園駅周辺にも大きな寝屋川公園という都市公園がございます。私は議会にてこの寝屋川公園にこのジョーテラスのような天芝のようなカフェを持ってきて活性化してはどうかこんな要望をさせていただきました。この寝屋川公園は今現在は大阪府の所有で、管理も他の団体に任せている状態です。せめて例えば所有権を譲渡してもらう、また例えば管理だけでも寝屋川市で行ってはどうか。この東寝屋川の周辺にあります大きなこの寝屋川公園、この寝屋川公園を寝屋川市でいろいろと方向性をつけていく、考えていくべきではないか、そんな要望をさせていただきました。またこの寝屋川公園内のお話に関して、スポーツ施設の充実も要望させていただきました。現在は非公認となっております陸上競技場、正式な記録は枚方市で取ったり、寝屋川市長杯も枚方の陸上競技場で行っているという状況でございます。また内帯設備のない野球場、こんなこともしっかりと今現在所有者である府に要望するべきだ、そんな質問もさせていただきました。また JR 寝屋川公園駅周辺の活性化についても数点質問させてもらいました。この大きな寝屋川公園にはまだ未着手、着手していない土地が22ヘクタールございます。東京ドームで 4.7 個分の面積がございます。そしてこの東寝屋川では今東寝屋川駅前線の整備、これ来年の春に開通予定でございますが、こんな計画もございます。そして3年後には小学校中学校の統廃合がございます。大志中学校と明和小学校と梅ヶ丘小学校が一つの学校、小中一体校ということで開設をされます。これは3年後でございます。また過去の一般質問の検索していますと、様々なキーワードも出てきております。例えば、道の駅の誘致だとか、体育館の誘致、また、スタジアム等の施設、そしてスポーツ選手が宿泊できるような、選手の皆さんが宿泊できるような施設を誘致してはどうだ。様々な一般質問も他の議員にもされてきております。さまざまご紹介しましたが、この今現在寝屋川公園駅周辺を取り囲むこれからの動き、学校の統廃合、そして駅前線の事業においても、多くの市民の皆様には学校への距離が長くなる、また道路整備によって立ち退けなければならない、さまざまなご不便をおかけすることと思います。その分やはり行政が責任を持って通学路が例えばより一層安全になった、例えば町の魅力が増して若い人が増えた、住民さんが増えた、そして駅を利用する方が増えた、そんなことで町が活性化
されるようにならなければならない、そんなふうに考えます。そしてこの寝屋川公駅周辺がこれからは市民の誇りとなる場として生まれ変わる、そんな大きなチャンスの時期、このようなさまざまな施策が好機と捉え、しっかりと市民の声を踏まえ、また今後の人口減少も見据えたまちづくりを取り組んでいかなければならない、そんなふうに思っております。私も土地政策収支の資格を生かし、しっかりとこの寝屋川公駅周辺の活性化に向けた取り組みを要望、また注視していきたい、そんなふうに思っております。以上でございます。最後までありがとうございました。